コントローラー入力ダイアログでは様々なコントローラー情報を一括して入力できます。コントローラー入力のダイアログはツールコントローラーの入力、もしくは Easy Access Tool コントローラー入力から立ち上げます。ショートカット設定したコントロールプラス P で立ち上げます。コントローラー入力ダイアログが開きます。 入力位置で、で入力したい範囲を設定できます,入力するコントローラー名でリストから入力したいコントローラー名を選択できますリストに入力したいコントロール名がない場合はコントロールチェンジを選択して入力したいコントロール番号を入力します値で コントロールの値を入力できます。連続した値を入力する場合は、値の範囲の開始値と終了値を入力します。データ取得ボタンをクリックすれば、入力位置で指定した範囲の開始位置に入力されている値を取得して表示します。間隔でコントロールデータを入力する間隔を指定できます。トラック選択では、コントローラーを 入力するトラックを指定できます。クリックで項目の反転解除。Shift キーを押しながらクリックすれば連続して反転させます。反転されている状態でチェックボックスをクリックすれば反転されているすべてのトラックにチェックが入ります。エンディングにエクスプレッションを入力してみます。 元のデータを聞いてみます。トラック2から4の43小節目から44小節目までを指定します。入力するコントローラー名でエクスプレッションをして、値を90から0に、間隔を60にして、 入力ボタンをクリックします。変更されたデータを聞いています。コントローラー入力のダイアログは、入力ボタンをクリックしても閉じません。閉じたい場合は、閉じるボタンをクリックしてください。